おはようございます。今からはですね、本日は免許更新に行きたいなと思います。危うくですね、あと1週間したら免許を失効しかけて、慌てて今から行くんですけど、今が12時なんで、まあ、ギリギリ2時15分までが受付やったと思うんで、行きたいなと思います。ギリギリ行けると思います。いやあれですね、免許失効する前に気づいてよかったですね。これ免許失効したらどうなるんでしょうか。またもう一回取りに行かなあかんのか、それともどうなんか分かりませんが、もう来週が誕生日からちょうど1ヶ月後なんで、そうなると免許がなくなってサーフィンにも行かれへんし、車中泊もできへんしっていう感じなんで、ギリギリ間に合ってよかったです。まあ、僕大阪に住んでるんですけども、大阪は試験場みたいなのが2つあって、門真っていうところと光明池っていうところが2つあるんですけど、僕は今回門真っていう方に行って更新するんですが、残念ながら違反者講習が僕はあるので、違反者講習を受けて夕方ぐらいに終わるんかなという感じです。ちなみに今日この黒の T シャツ着てるんですけど、なんかそういや前回の免許更新の時どんな服着てたかなと思って、でパッて今こっちに出てると思うんですけど、これが、3年前ですかねの、免許更新の時の格好でやったんで、あちょうど同じ服まだあるわと思って、で同じ服着て行ってます。次の免許もこの服がまた3年間移るという形で、計6年間この服は免許として採用されているという形ですね。では、向かいます。いや近くまで来たんですけど、まずはやっぱり、セブ入れでコーヒーを買っていかんとちょっと始まらないので、セブ入れでコーヒー買います。しかも残念ながら今日雨なんですよね。まあ、仕方ないですね。行きます。無事帰ってきました。コーヒーとあとちょっと小腹が空いたんで、富田監修のラーメンを買ってきました。さっきちょっと駐車場移動してちょっと食べてから行きましょうかね。はい、それではですね、ラーメンも食べたので今から、免許更新に行ってきます。ちなみに僕のですね、免許の写真っていうのがこちらです。これからこの顔になるんですけども、まあ、どんな免許証になるのか楽しみですが、とりあえず行っていきたいなと思います。多分2時間ぐらいかかると思いますが、行ってきます。それでは、無事帰ってきました。疲れました。ちょうど僕がその教習で座ってた場所がもう冷房の真下やって、めちゃくちゃ寒くて、もうパーカー着てもよかったぐらい、この7月やのにパーカー着てもよかったでっていうぐらい寒かったんで、体冷え冷えですが、無事に免許証発行できました。こんな感じです。なんでこんなちょっと顎を上向いてんねんっていう感じの、なんか顎ひででもおかしいし、こんなにしててもおかしいと思うんですけど、なんかこんなちょっとだけこう偉そうに上向いてるスタイルで今回は撮りました。なんか今回から普通免許じゃなくて準中型っていう免許ができたらしくて、で僕なんか勝手に準中型までになってて、何トンまでこれ運転できるんですかね。なんか5トンですかね、なんか分からないですけど、なんかその辺まで運転できる準中型が僕はそれやったみたいです。まあでもなんかとりあえず免許もとりあえず取れたんで、これからまたサーフィンも無事行けますし、車中泊動画も撮れると思うので、またこれを持って日本全国回りたいなと思います。というのはですね、まあ、今回は無事免許更新ができたというだけの動画でした。はい、皆さんも免許更新はですね、早めに行かれた方がいいんじゃないかなというのをつくづく今回思いました。では見てもらってありがとうございました。